はい、皆様こんにちは。 NHK から国民を守ると参議院議員の浜田聡です。今回の動画ではですね、本日参議院の法制局に文部科学省を解体する法案の相談をしてきた報告をさせていただきます。はい、参議院法制局というのは何かと言いますとですね、参議院議員にとってですね、法律を作るときに相談をできる、そういった機関なんですね。国会議員といえどもですね、国会議員の仕事の重要なものの一つに法律を作るというものがあります。で、国会議員といえどもですね、皆さん法律に、皆さんすべてがですね、詳しいわけではありません。私もですね、医師免許はありますが、ちょっと法律関係の資格というものはありません。まあ、ただで、ね、それでもですね、法律を作る、そういった仕事に従事できるために、法制局というのがあるわけですね。参議院、衆議院それぞれありまして、私は参議院の法制局にお世話になっております。で、今回はですね、そういった参議院の法制局に、法律の相談をさせてもらったということの報告です。まあ先ほどもね、申しましたけど、文部科学省を解体する法案というものをね、相談させてもらいました。これはですね、最近 NHK から国民を守る党が取り組んでいるというか、私が取り組んでいるというかな、ところの法案募集をですね、法案募集していただいて、それをですね、まあ法案を形にしていくという活動の一環にあります。まあ今日、本日はですね、いくつかの法案を皆様からいただいたね、募集していただいた法案をですね、いくつか法制局の方に相談させていただきました。まあ、そのうちの一つの報告になります。まあ、ちょっと時間があればね、別の法案についてもまた動画を作ろうとは思ってますけど、ちょっと今日はね、もしかすると時間がないかもしれません。というわけで、今日はね、文部科学省を解体する法案の相談をさせてもらったという報告になります。ちょっとね、少しだけ背景の方を紹介させてもらいます。ですね。まあ、19世紀をですね、ちょっと振り返ってみるとですね、欧米列強の植民地政策というのが、まあ、あったわけなんですね。で、まあ、それに恐怖を抱いた日本はですね、明治維新によって中央集権国家へと変貌を遂げたわけなんですね。富国強兵の名のもと、全国一律の教育をね、施したわけであります。まあ、それによって、日本全体のですね、まあ、なんつうかね、意識は変わったと言えようかとは思います。まあ、そういういろいろな影響があってね、戦後の高度経済成長期まではですね、そういうのに大きく貢献したんじゃないかなという評価はあろうかと思います。ただですね、今はどうかと。ということを考えますと、まあ技術の進歩により、以前は大規模組織でなくてはできなかったことがですね、最近になると個人でも可能な時代になってきております。そういったね、時代背景にあっては、画一的な人材を輩出する従来の教育よりも、多様性を実現する教育の方が日本の国力向上に貢献するという考え方もあるんじゃないかと思います。はい。まあそういうことでですね。まあ現状の教育だと指導要項、教科書検定などによってですね、画一的な教育が施されているのみならずね、あと、まあね、国を愛する心、愛国心を育まないような教育、自虐史観と呼ばれるような歴史教育も、まあ、行われております。まあね、これに関してはいろいろと意見があろうかと思います。もちろん、もうね、何か意見があればコメント欄の方に書いてもらえればと思います。またですね、大学において学問研究の自由を文部科学省が出す研究費によって制限している、こういった指摘も、まあ、あるわけですね。そういった背景、課題をもとにですね、今回、文部科学省を解体し、教育はですね、各都道府県に、権力をですね、今より与える、そういったね、方針を、まあ、実現するような法案をですね、今回相談させていただきました。まあ、ちょっとね、極端かもしれませんけど、まあ、多少極端すぎるぐらいのね、法案、をね、ちょっと相談してみるのもいいんじゃないかなと。まあ、皆さんにね、こういう形でオープンにして、意見をね、いただければと思います。まあ、こう、
まあ、例えばね、仮にこういう法案が、通ったとするとですね、どうなるのかというとですね、多種多様なね、人材が輩出されて、自由で活発な社会の創出がなされるんじゃないか。あるいはですね、地方、そうですね、なんつうのかな、地方分権において、補完性原則というのがありましてですね、それは何かというと、自治体でできることはですね、基本的にはもうそこでやるわけなんですが、そこでできないことをですね、国が補完するというものがあって、それがね、補完性原則というものになります。私がですね、地方創生及び消費者問題に関する特別委員会で、日本政府の方にね、質問させていただいたこともあります。そこで、いただいた回答によると、やっぱりね、補完性原則大事だと、否定はしないようなですね、回答をいただいたような気はします。この補完性原則にのっとっていくとですね、教育というのが、国が、つまり文部科学省が、必ずしも、やるべきものなのかというところに関して皆さんにはですね、問題意識持っていただきたいなと思います。ということで、文部科学省を解体することによって、教育を地方分権、の、なんつうのかな、地方分権を推進する一つの、力としていくみたいなところ、きっかけとしていくみたいなことになればと思います。というわけで、今回はですね、参議院の法制局に文部科学省を解体して、教育は各都道府県に、権力を委ねる、そういったね、委ねるというか、任せるというね、そういった法案について参議院の法制局に相談させてもらったという報告になります。これについてはですね、また参議院法制局からの回答があれば、紹介をさせていただこうと思います。はい、というわけでですね、応募いただいた方どうもありがとうございました。もしね、これ、応募いただいた方、YouTube でね、発信されている方からいただいたご意見ですので、またね、私のこの動画に対する回答など、感想など、YouTube でね、発信していただければ、また私も宣伝の方貢献させていただきます。というわけで、我々ね、NHK から国民を守ると、いろいろと言われておりますが、法案を作るという、法律をね、作るというお仕事についてはですね、真摯に取り組ませていただこうと思います。今回はその一環を、ほんの少しですけど、紹介させていただいたという動画になります。はい、現在、参議院の議員会館事務所におります。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。